ああもう本当に嬉しい、で本当によかった、えー、一生懸命が今回が打撃練習した、えー、と、初めてもう私の兄弟にいると、初めてもう子供にいるからね、ねこのいい試合で1ラウンド KO に勝ってるから、本当に嬉しいですケ慶太郎選手に以前負けたマルキーニョスさんは、喜んでくれましたか、今日の勝利を。 あそうね彼がそれでよくで言うけど私、なんか彼自分の悪いことで言うのは私あまりが気にしない、ね、でも、ちょっとお兄ちゃんのことで言うから私ちょっとうーん、やだなと思ってだからもうお兄ちゃんの気持ちもちょっとわかるからだからもうちょっとね、私先が言うね、もうレベンジではない、それは本当には関係ない。 ね、でももちろんが私、ちょっと好きじゃない、ね、試合の終わってるから私も言ってましたねもう子どもの時はお,ごめんお兄ちゃん私、いつも守ってくれて、えっと、大事の試合やるときはお兄ちゃんがすごいサポ,サポートトくれてからだからもう本当に今日が負け,負けたくない、ね、今日がこの勝つがお兄ちゃんにあげたい。ね、その後にもうあまり男で 男って言わないけどねお兄ちゃんが本当に愛してるねお兄ちゃんが今日私この男になった時ベルトとかいろいろのメダルが優勝した時から本当にお兄ちゃんの影ねだから本当に彼お兄ちゃんの悪いことにふうのは私本当に怒ってるじゃなくて本当には悲しいなのでお兄ちゃんが本当にいいの人から。 だからもうもちろんが <coughs> ちょっと悲しいですねはいありがとうございます、えー、最後にもう一つ、えー、ベルトの防衛戦をやりたいというふうにおっしゃってましたけども今日の試合を見ると本当にライジンにこうサト選手のベルトに挑戦するのにふさわしいチャレンジャーっていうのがなかなかいないのかなと思いますでただ、えー、ベラトールとの試合 AJ マッキーと えー、パトリッキーとで、えー、負けているというところで、ただそのベラドールの選手をチャレンジャーに迎えたいっていう気持ちはいかがですか？もう本当にさっきと一緒ね。私は誰でもいい？今まで、えー、王者になるまでは相手選んでないから、うん、ね。今が王者から絶対にも今からも絶対相手選んでない。誰でもいいよ。問題ない、うん、えー。他の,のイベントとか。<laughs> えーっとベラトルターボの選手とかライジンの選手からもうどどっちでもいいよライジンで決めるからファンライジンのファンたちも決めるから私絶対であります去年はちょっとね怪我で試合が少なかったんで例えば夏のスーパーライジン三で防衛戦っていうのはプランとしてはいかがですかそうね四月七月だからもう四ヶ月後ももあもう問題ないな <laughs> できるかな <laughs> できる絶対できるできるはいわかりましたありがとうございますありがとうございます。